病院という場所はまさに怪異のるつぼと言っていいのではないだろうか。人間が生を受け、そして生を終える場所なのだから、それも仕方ないのかもしれない。実際に俺が大学卒業後、コンピューター関係の会社に就職し、大学病院を担当させられた時には本当に驚かされた。病院という場所では昼夜問わず不可解なことが日常的に起こり、そして夜ともなれば病院内の至るところが心霊スポットになってしまう。霊感があろうがなかろうが関係なく、お化け屋敷に行くよりも確実に本物の心霊体験が容易にできるのだから。そんな病院で夜勤をされている医師や看護師さんには本当に頭が下がる思いだが、実際には俺のように病院担当になった営業マンもかなり過酷な現実を思い知らされた。それまでに幾多の心霊体験をしてきた俺でさえも、その怪異の頻発に唖然とさせられた。だから夜の病院に営業マンとして通っているうちに、ライバル関係の会社の営業マンともある意味仲良くなることができた。それはお互いの安全のためではあるが、今夜は2階の東階段は使わない方がいいとか、あそこのトイレだけは絶対に使うなとか、まあ今となっては懐かしい思い出ではあるが。そしてこれはブログの男性読者さんから寄せられた話になる。彼の知り合いに医療センターで緩和ケアを担当されている看護師さんがいた。緩和ケアということなので、がん患者のケアを担当されていたのだろう。そしてその医療センターには B さんというがん患者さんがいた。末期のがん患者の男性だった。そしてある日の夜、そろそろ消灯時間も近くなってきた頃、その B さんがエレベーターに体を挟まれてしまった。どういう状況だったのかはわからないが、エレベーターは B さんを扉に挟んだまま上昇してしまう。どうして安全装置が作動しなかったのかは不明だが、 B さんの体は切断され、それでもエレベーターは停止せず上昇を続けていった。そして上の階で停止し、エレベーターの扉が開いた時、エレベーター内は赤黒い血の海になっており、縦に切断された頭や腕や内臓や眼球などが散乱していたという。警察が来て現場検証が慌ただしく行われたが、 B さんがいかにしてエレベーターに挟まれたかは判明したが、どうしてそんな消灯近くの時刻に上の階へ行こうとしていたのかは謎のままになった。そんな悲惨な事故があってからしばらく経ったある日の夜、彼女が夜勤をしていると、がん病棟のトイレから血の足跡が廊下にべったりとついているのを見つけたそうだ。患者さんに何かあったのかも。そう思った彼女がその血の足跡をたどっていくと、それはエレベーターの前まで続いていた。そしてエレベーターの扉にも血の足跡がたくさん付着しており、彼女は慌ててナースセンターへと戻り、仲間の看護師と一緒にもう一度その足跡を確認しに行くと、なぜかその足跡はすでに消えていたそうだ。もちろん彼女はベテランの看護師であり、何かを見間違えたりする可能性は限りなく低かった。だから仲間の看護師たちも彼女が見た血の足跡というものをとても気味悪がっていたようだ。そんなことがあった翌日、同じ医療センターに勤務していた M さんという若い薬剤師の女性が電車の踏切で自殺した。
たくさんの目撃者がいた中、M さんはふらふらと何かに導かれるようにして遮断機のバーをくぐり、スピードを落とさずに通過しようとしていた特急列車に自らぶつかっていった。悲鳴や泣き声が飛び交う中、警察に連絡したが、なぜか警察の到着が遅れてしまい、肉片と化した M さんの遺体にはカラスが群れをなしてついばんでいたそうだ。そして警察の現場検証の際、遮断機のそばから M さんが書いたと思われる遺書が見つかった。医師や看護師たちは皆どうしてと思わざるを得なかった。もしかしたら B さんの死には M さんが関係していたのかと邪推する者もいたらしいが、死者への冒涜だということで医療センター内ではそれ以上の詮索は禁止された。しかしそれから医療センター内では血の足跡だけではなく、 B さんや M さんの幽霊まで頻繁に目撃されるようになっているということである。